エネルギーをすべて使い果たしてしまうところだったよ。現在 7%、 いや 7.6% だ。あー、ご飯まだ？チャイ何も食べてないんだけど。13時になってからは。このまま14時になったら13時の分がもったいないよね。それだけは避けてはいけないことなの。チャイは何のために生きてるの？そう、セクシーのため。よし、スタッフさんどこ？どこ行っちゃったの？スタッフさん、チャイ食べないと痩せちゃうよね。眠くなってきた。チャイガリガリになったらセクシーじゃなくなっちゃう。ほら、スタッフさん、ご飯。ほんとスタッフさんどこかしら。わかったよね、おトイレだよね。よし、おトイレの隙間から。おーい、スタッフさん。ある程度使った爪研ぎを見ていつも思うことがある。どうもスタッフさんです。爪研ぎの両端はへたっているが真ん中はほぼ新品なのである。もちろん裏も同様の状態。2個あればもちろん同じ状態になるのだ。両端がへたっている爪研ぎを渡しても真ん中で爪研ぎすることができないため見向きもしてくれない。そこで私は考えた。両端がへたっている爪研ぎ同士を横一列でつなげたら使ってくれるのではないかと考えたのだ。その結果はこうだ。へたってない部分へのアクセスは容易になったが、なぜかへたっている端っこの方で爪を研いでしまうのだ。私はまた考え、そしてひらめいた。端っこで爪研ぎをするのであれば、へたっている両端を切り落とせばいいのではないかと考えたのだ。これでほぼ両端が新品の1枚の爪研ぎができた。その結果、爪研ぎしたー。ああ、やっぱりダメ。エヴァンチャイオン乗らないと戦えない。え、まだ乗っていなかったのか。だから生身だって言ってるでしょ。一旦帰還します。やばい、穴を開けられて地下にあるネコルフ基地に侵入しようとしてきてる。早くチャイをエヴァンチャイオンに乗せてください。ダメだ、お前をエヴァンチャイオンに乗せることはできない。どうしてなの。今乗らないと人類、いやネコ類が滅びてしまいます。司令官、もうあなたの指示には従わないわ。よし、エヴァンチャイオン出動よ。エヴァンチャイオン行くわよ。ほら動け動け。ほら動くのよ。ほらお願いだから動いて。